「文化放送ポッドキャストキュラ,ラジオ「サロンド国丸今週のお客様俳優の榎木孝明さんです。 どうもこんにちは。こんにちはよろしくお願いいたします。お願いいたします、えー。タイトルは変わってるんですが、はい、このコーナーにはえのきさん二度目のご登場ということで。はい。あの武術もちょっとねラジオで見えないですけどもここでやりましたよね。そうなんですよ。はい、このスタジオでほとんどえのきさん何もしてないのに私が倒れたっていう <laughs>、えー、そういうこともございましたけど。<laughs> はい、ねはいはい、よく覚えております。最近なんと言ってもえのきたかあきさんは。 食事を取らず、水分のみで過ごす不食という生活。ああ、もうお騒がせしましたね。本当もずいぶん騒ぎましたよ <laughs> いや、もう自分でね。その反応にびっくりしちゃったんですけども、ええ、まあ。 たかだか30日間食べなかっただけなんですけどもいやあの多くの方々はちょっと信じられないなっていうああ、まあ、そうですね、えー、そういう反応がもう本当ね最後の,あの29日目に、うん、あのスポーツ紙にちょっと一つの記事が出たもんですから、はい、あのその日にすごい反応があって、はいまあ、民放各局が急に取材をさせてほしいということで、えー、次の朝のいろんなのにねちょっと出ちゃったもんですから。はい もともとそのあることについてストイックにおやりになるえのきさんっていうのはよく存じ上げていたし、はい、で今回その30日間腐食っていうのも、あのー、まあえのきさんならありうるかなっていう感じはしたんですけど、あのー、そもそもなんでこう30日間水分以外は取らないっていうのをお始めになったんですかあの、まあ、ミニ腐食はやっ 腐食と言いますとちょっと簡単に説明いたしますと、うん、例えば断食とか絶食とかいう言葉は割と馴染みがあると思うんですけれども、うん、ただあの漢字で書書くくという字をででしょも腐食ってのは不要の「負」ですから「立つ」っていう字うはんか頑張んなきゃいけないとか、うん、そのなんか強いられるイメージあと修行するイメージ、うん、なんか目標を定めてどの子のっていうイメージが先行しますけども腐食は不要の「負」ですからいらない。 あご飯食べなくても大丈夫なんだという意味で精神的ななものが全く別物なんですよだから頑張る必要はな、ね、いむしろ頑張っちゃいけないというかまあいけないというとまたそこでちょっとね違う感覚になりますけども、うん、あのそういう意味で私は1ヶ月間全くね頑張ってないもんだから、うん、あの本当不思議現象まあ不思議と言ってもちょっとあれなんですけどもその始めた日から30日間1回もね 空腹感がなかったんですそれがね、うん、にわかに信じられないのは今私ちょっとグル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 お腹鳴、ね、っ,ってますよね,すね、はい、お腹鳴るとかすごい、ね、お腹は鳴りましたあの、えー、後半もあのよくなってたしおならも出ましたね腸内細菌があの活発にきっと動いているんでしょうけれども、えー、ただそのお腹すかないプラス、えー、お腹七八分の満腹感がずっと ある状況状態が続いて、うん、あの多分ね。お腹が空くことで、脳からの指令が食べなさいっていう指令が出るんですよ。普通人間は、うん、だから満腹状態だと食べなさい。という指令がカットできちゃうというか。だから、別にそのなんか食べなきゃいけないみたいな。そういう感覚に全くならなくて。30日間ずっと続きましたね。それは。 あの過去二三日の腐食っていうのは何度かやっていらっしゃったり、はいはい、まあ長い時は毎週間ぐらい食べなかったりとか、はい、それはまたちょっと違う意味でね、うん、あの薬作りで例えばちょっと四五キロ落とさなきゃいけない、まあ大きい時には十五キロぐらい落としてましたね。骨が浮くぐらいの薬作りあったことございましたよねあ。はいやりましたね。あのそれはあの田中一村という画家さんの役をやった時に一応十五キロ痩せようと思って、はい、そういう時はまた感覚はちょっと違うんです。うん、あの不食とは、うん、あの目標が十五キロ痩せる たその役を作るためっていうのが明確に出ますんで、うん、あの不食の時よりも早いあの短時間で10キロっていうのは痩せていくんですけども、うん、今回は全くだから出だしからあの別にダイエットのためでも体重を落とすためでもなかったものですから。うん、そもそもじゃあ今日30日間ってまず30日間ってのありきだったんですか。30日は、えー、まあちょうどドラマを撮ってたりしたんですけども、ちょうどドラマに出ない期間が3週間あったりとか。うん あと食レポももやってるもんですからそれが、えー、1か月間ちょっと休めた状況で30日ぐらいだったら大丈夫かなと思って、まあ、10日とか20日よりは30日の方が自分もやった気がするし、うん、説得力もあるからいいかなぐらいの気持ちでやったんですけど、ね、日々ね、うん、まあでも満腹感があるっていうのは江の木さんって薩摩次元流をね使い手でもいらっしゃるし、まあ、要するに古武術やってらっしゃったりとか。えー 私は精神構造が違うのかなと思ったんですよいや別にそんな大した差はないと思いますし <laughs> 実は腐食っていうのはもう世界的に言うとあの10万単位であの食べなくて生きてる人たちは実際にいますから、うん、ただあまりそれが知られてないというかあまり日本は特にねそういうことあんまりこう関心がないだけで、うんうん、えもう私先駆者はもいっぱいいるんだ今更っていう気もするんですけれども。うん だから私が特別どうのこうのというよりはおそらくあの、まあ、言葉で言うとちょっとあの昔から性格的にあの人間というのは無限の可能性を秘めている生き物だという、うん、それはずっと一貫していろんなことをやってきたものですから、うん、まあその一つとして、うん、おそらくそんな大して飯を食わなくてもあのそこそこのところまで生きれるんじゃないかなみたいな気はずっと昔からしてたものですから。面白いなね 旅レポートやったり食レポやったらし,してらっしゃる榎さんがたまたまその仕事が空いたっていうんでその私は何らかこう動機がなないと嫌なんですよあ、はいはい、例えば1週間酒我慢して8日目に飲む酒を楽しみにするとかそういうことがないと何かを始められないんですよあの先に人参がぶら下がってないのきさんん場合なんと。なく 風のごとく、ふーっとこう、始めますかっていうふうに始められて、三十日経ちました。っていう感じのような、勝手にイメージしてるんですかいやつ。あの、多分、それは当たってると思うんですね。だから、あの、例えば、断食道場なんかでは、食をだんだんこう減らしていって、三日目には本当に何も食べないみたいなね。うん、あと、その終わった時も、えー、もう本当、粥の薄いのから始めて。うん 1>, 1週間かけてちゃんと戻すとかが普通らしいんですけども、うんええ、私の場合はあの今回はあえてあのカメラに入れてちょっと密着してもらって全部、はい、撮ったんですよ、うん最。最初始める時に「えー、じゃあこれがさこれから不食を始めるにあたっての最後の食事です」って言って、うんえー、サーモンステーキを食べまして、うん、<laughs> 結構おいしかったんですけど食べ終わって、ええあ「じゃあこれから3時間食べません」って言っていきなりその日から食べなくて、うん、で終わった時も。 じゃあ,あの一口目はってことでたまたま来た前菜のエビを食べちゃったんですね、うん、小エビ小エビですねそ、はいえー、したらまたそれに対してのまた書き込みが「なんでエビから食いやがんだ」みたいな「<laughs> <laughs> 普通はそうじゃねえだろ」みたいな書き込みが結構来たりして「<laughs> ええ、何をめちゃくちゃやってんだ」ってあと心配するね。 病院関係の人からそんなことをすると本当体悪くしますよ。みたいな。でも考えたら、みんな皆さんあの常識に従った意見でとてもありがたいんです。けれども、おそらくご自分が30日間食べなかった。結果、出た結論ではないような気がするんですよ。誰からか又聞したとか、本を読んだとか、そういうなんか確率的なことを考えたとか。 なんかそういう意見で割とこうみんな凝り固まってるというか、まあ、言い方は申し訳ないですけどもみんなそれぞれの常識があるんでね、うん、だから私は私の自分の常識を持てばいいかなと思ってまして、うんうん、食べ始めるにしても別にそんな薄いおかゆじゃなくてもご飯ををの普段より10倍ぐらいよく噛みましたんでねそんな言うほどあの大げさにね胃を痛めるわけでもない, <laughs> ないでしょうしだから私はあの性格上 あのこうならねばならないとか、うん、こうであるべきだとか、うん、まずそういうことをあの否定するところからずっとあの始まっているものですから、うん、今回もそういうものに一切とらわれるのはやめようと、うん、ですから今おっしゃった通りなんとなく始めてなんとなく終わってああ3日経ちましたっていうのが正直なところですかねでも今急に私がじゃあやろうかって言ってもお勧めしないでしょういやもちろん勧めませんすいません、ね、あのそれはもう私はもちろん責任はね、うん、取りきれませんし <laughs> そりゃそうですよね <laughs>、ええ あの意識の問題だと思いますあの全てはね意識からやっぱり始まってるという、まあ、それを一生懸命マスコミには語るんですけども、うん、あの残念ながらあのワイドショーでは面白おかしくしか編集してくれないんで、うん、正直言ってどうでもいいことが話題になるもんだから、まあ、それは10分5分10分で編集するんだったらもう当然 ね、あのみんなが興味持つことであの編集されるのはしょうがないなと思いながらただ一番大事なのはねやっぱり人間の意識が変わることで体もそういう体にシフトしますよってことをずっと言ってるんですけど残念ながらちょっとそれこまでで、ね、取り上げてくれないですねそういうふうに30日腐食してもまずその意識からこう入っていける榎高明さんはなぜこうなっていくのかっていうのをちょっと。 駆け足になっちゃいますけど、はい、あと4日間で伺いますので、はい、よろしくお願いいたしますラジオサロンド国丸今週のお客様俳優の榎木孝明さんですこんにちはよろしくお願いいたします昨日はあのもうすっかり最近榎木さんっていうとね30日間腐食の俳優さんになっちゃって、はい、えー、正直言ってあんまり騒がれんのあんま好きじゃないでしょああそうですね <laughs> <laughs> でも結構仕事であの地方に行ってもああ不食の人とか売りさされたりね <laughs> まあ,あ何を勘違いしたかまだ食べてないんですかとかいやもう食べてるって言うんですけど <laughs> <laughs> あのえのきさんがその俳優にこうなろうと思ったっていうのはそもそも始まりは何だったんですか <laughs> え十、ー、八歳で九州の鹿児島から東京に出てまいりまして、はいえー、しばらくしたらですねあのまあ自分のことを まあ東京という街がすごく刺激的だったんですけど自分のこと誰も知らないそういう気楽さでなんか自分の中にないものを始めたいっていう欲求がすごく高まった時にえある週刊誌にちょっとキャッチコピーがあって「あなたもなれる明日のスター」って書いてあったんで <laughs> 俺ももしかしたらスターになれるかなと思ってあ,のある劇団のちっちゃい劇団のオーディションを受けたのが始まりでしたあ。 猪クさんのブログとか拝見してると、うん、あの私も1957年ですから猪クさんと1年違いなんですけどもすごくあの共感というか共鳴したのが。 あの我々の上の段階世代の人たちっていうのは何かやることがものすごくい,いっぱいあったのがえのきさんとか我々の今50代後半ぐらいの人間って、うん、だいたい上の世代がやり尽くしちゃってそうなんですよねなんかつまんねえなっていう、えー、虚無感みたいなのを感じたことがありますよねあ全く同感ですね、えー、どちらご主人でしたかあの神奈川県の川崎なんですけどじゃあまあ鹿児島はちょっとあの。 普通より東京より10年ぐらい遅れてますけどもまあ世代的にはでもね大体同じだったら社会現象とかは多分同じようなのを見ていらっしゃると思うんで確かにね私あの60年安保とかまあ70年の安保はちょっと大人しかったかもしれませんけどももしその時代に生きてたらきっとあのそういうのに参加した口かなあの明治維新もそうですけども西南戦争のあの時期に生きてたら薩摩で絶対西郷さんと一緒にあの最後は 一緒にあの飛び込んで死ぬ方を選ぶかなというそういう性格だったと自分でも思ってたもんですから。何から自ら「人斬、ね、り繁盛」と言われた桐野、はい、利明さんを演じてらっしゃいましたけどね。えー、ですからそういう意味で本当ね世の中がだんだんこう冒険をしなくなったそういうまさにそういう時代だったもんですから若い頃ってねなんかその安心安全がとっても自分のいらちの原因でしたね。うんだその影響もあって 20代30代はずっと一人旅で、うん、結構まあ後で考えたらちょっとあの時危なかったよなみたいなところまで <laughs> 旅をしてましたんで、ええ、あのずっと一人がなんか良かったんで一人でヒマラヤに入ったりとか一人ででね全く一人で行ってました、ね、単独ででそれもあんまりね深く考えてなくて、うん、割と能天気な性格なもんですから、うん、普通はあのヒマラヤなんかはちゃんと綿密な計画を立てて。 あのポーターを雇ってガイドを雇っていくのが普通だって言われたんですけども私はもうそういう考えも何にもなくて一、うん、人でリュックって単独で地図だけ持って2週間3週間こうトレッキングコースをね 5,000m6,000m まで一人でひょこひょこ行ってましたんで全く後先考えない旅をずっと <laughs> 続けてました <laughs> まあその中でたまにだからちょっとあの時はちょっと命の危険があったなみたいなことにも出会うもんだから。うん まあ、それは、あの、逆に、それが楽しみなところもありましたけれども。うん、そういうこと、を経験して、やっと、その、安心安全から、こう、脱出した、なんか、気持ちをふっと、こう、味わった。なんか、そういう、の、ずっと繰り返してた。時代でしたね。役者っていうのも、その一つだったんですか、ね。役者は、そうです。うん、あの、まあ、人様の、あの、人生をね、うん、あの、何倍か、こう、楽しんで、演じられると思うと。うんうん、まあ、いつの間にか、これ、転職かなと思うぐらい。 楽し,い楽しんで、うん、あの役者を演じるようになりましたけどもね、うん、あの劇団四季、ねはいはい、って言えばまあ今大体の方はご存知かと思います、えー、数々の名作ミュージカルを演じている日本代表する劇団ですけどもうん、うん、れの木さんは劇団四季が一体どういう劇団なのかを知らずに受けたのに知らなかったですね。<laughs> <laughs> いや最初にね見た芝居がですねえちょうどパルコでやってた「括弧の巣を越えて」というねあのジャック・ニクロスさんが映画でやったあれをあの四季の舞台がやっててえ加賀武さんですとか滝田栄さんたちがあと市村正親なんかなもうすっごいかっこいい芝居でねえ当時二十歳ぐらいかな。 こんなあの素敵な芝居をやるとこあるんだってその思いだけで受けてだからミュージカルやる劇団だと全く知らなくてでもそれもですねなんか自分でもほんとなんかちょっとボケてたなと思うのは試験があの歌とと踊りと芝居だったんですね普通だったら歌と踊りがあるってことはねなんかミュージカルにつなげてもいいようなもんに何の疑問も持たなくてああ歌も歌うんだ踊りもしなきゃいけないんだぐらいのことしか思わなくて。 それまでほとんど歌ったことなかったもんですから楽譜を提出という時になってあの困ったな何も自分ではそういう楽譜っていうのは今まで経験ないしなと思って街の,のそういう楽譜っていうところを探したらたまたまあの昔学校で習った歌があってその時選んだのはドナドナ」っていう歌で「春 <laughs> 晴れたル下がり」ってあれで、うん、あれで歌ってたんですけど。 試験会場行ってみたらみんなクラシックだったりとかんか指揮を受けるためにどっかで勉強してきたりして皆さん準備してくるわけですよねそういう人たちがいっぱいいてそれの北川樹さんはドナ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 でドナドナいいですよいいですよいいですよいですよいいいそれでねんとか補欠でよかったんですドナドナドナってそれを朗々と歌い上げたこと歌いました補欠補欠でしたね誰かが え入団を断ったんでクリアがって入りましたよかったですね <laughs> <laughs> 欄外に自分の名前だけ一つ書いてあってありましたあの見に行ったら合格のあれ、はあ、あの、うん、付け足しみたいなそう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 ,うん、うん、なんか間が空いてるなと思ったら <laughs> ケツって書いてあって、ね <laughs> たまたま受かりましたけどね、まあ、まあ入れはこっちのもんだと思ってましたね。でも厳しいんでしょう劇団四季って厳しかったですね、うん、あの私の頃はちょうどその研究所の3年間がタダになった時代だったんですよ、うん、だからもうバイトしなきゃ食っていけないような状態だったんで、うん、それもね劇団四季の,のオーディションの時に「あの君はあの生活の面ではあの大丈夫かうちはバイト禁止だよ」って言われて。うん ああ大丈夫です,大丈夫ですあの千葉に私のおじがいましてずっと応援してくれてますから大丈夫ですと言って架空のおじさん作ったんです <laughs> 瞬間的に全く嘘なんですけど <laughs> だから受かったその日からバイトを始めまし大丈夫で年に4回、えー、3ヶ月に1回ずつ進級試験っていうのがあって、うん でそれはセリフと歌と踊りの試験なんですけど課題曲が出て課題のダンスがあってで俺はバイトしてるからねその頃原宿でバイトしてて結構夜中までバイトしててバイトが空いた時にそこの地下の駐車場で1人で音楽かけて踊りの稽古をしてそして「お客さん来たぞ!」っつったらすぐなんか止めて走って行って接客をするようなそういう生活もしてまして。 あのそれでもどんどんねやっぱり人が最初50何人いたのがもう3年間でやっぱ7人6七人しか残りませんでしたからで結構冷たいんですよその自分のロッカーマイロッカーがあって試験があった次の日に合格者の名前だけが貼り出されてなかったらロッカーから荷物を持ってそこから出ていくんです。 すごいシビアな世界でしたねそうやって受かっていくわけですよね,ねえのきさんギリギリ劇団式入る前って別に芝居の練習っていうか稽古やったことは一回もないんでしょいやあのだからさっき言ったそのちっちゃい劇団ではあのやってたんですスターになれるって言ってえなれるっていう <laughs> それを一言ででもその時もなんか何百人かがあの 試験会場に来ててもうドキドキしながら受けたんですけど、うん、で合格数字が来てあのまた集まりのとこに行ったら、うん、あの受けたた人全員が受かってましたねでもその時の,その若気榎木隆明さんの何が劇団四季いては浅利慶太さんとかいいなと思ったんですかね。ねえ何でしょうね聞いてみたいですよね。ね<え>うん まあ、役者人生がスタートしていく中でさ、榎木さんはどのような道を歩んでいくかは。そろそろ皆さんよくご存知の榎木孝明さんが明日あたりには出てくると思います。明日もよろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。ラジオサロンド国丸今週のお客様、俳優の榎木孝明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。 研究所を経て正式に劇団式に入団された榎さん、えー、最初の一番最初のオーディションは「ドナドナ」を歌ってという <laughs> まあ補欠で入団した後、ね、数々のチェックをこう受けながらも、まあ、最終的には残って、はい、そして正式に入団ということになるんですがたからねただあの榎高きさんは鹿児島出身であの 今亡きお父上からは、うん、薩摩次元流ですか要するに剣術ですかこれで結構厳しく鍛えられたりとか。うん、まあ、ある意味、いわゆる薩摩っぽっていうんですか薩摩男厳しいっていう世界でこう育ったんでしょうそうですね。私は実は結構ちっちゃい頃から泣き虫で、うん なんかあるとすぐ涙が出る性格だったもんですから、うん、親父はねやっぱそれがすごい悔しかったみたいでお父さん先生でいらっしゃった学校の先生で、はい、まあ体育とか国語とか教えてたんでね、うん、でもう親父はねスポーツ万能の親父だったんですよ、うん、ところが私あんまり運動神経よくなくて、うん、かけっこをしてもねあの5等まで入ると商品もらえるのにいつも6等だったりしてた <laughs> <laughs> すごいコンプレックスで、うん、あの運動コンプレックスで。 その辺も親父悔しがって、うん、だから厳しく強く育てたいっていうあれでね結構大変でしたちっちゃい頃からそういう中で、うん、うちの高明が劇団に入った、うん、そんなことを聞いたら、うん、それはご家族からすると、うん、ああまあ親父はもうその時はもうすでに他界してましたんで、えー、ただまあおふくろにとったらね私はま大学半ばで。 え大学ちょうど3年,3年になった時に劇団に入っ受かってしまったものですから相談したらもう泣かれてしまいまして母親に。うん、えまあどうしてもって言うんだったらもうとにかく親類演者一切内緒にしとくことを約束させられまして、うん、だから芝居を始めたってことも鹿児島には一切あの帰っても言わないっていうことで。うん ですからずっと大学に通い続けてることになって、えー、まあ途中でだから結果的にはまあ退学をした形にあって劇団で一生懸命やるんですけどでもそれもえ25歳の時にですね「オンディーン」という,もうあの四季の名作ですけれどもこれはフランスのお芝居なんですけどもそれの純子の役のハンスというかっこいい騎士の役をや,あのやりまして。うん 鹿児島の凱旋公園っていうのがあったんですね鹿児島の、ね、1,500人ぐらい入る大きい劇場でお,やあのおふくずっと内緒にしてたはずなのに、うん、あの私が最初こう鎧を着てたっとかっこよく出,出るんですね、うん、で出たら全列の一列50人ぐらい50人ぐらい,50人ぐらい全部うちの親族で <laughs> <laughs> みんな知った顔がずらーっと並んでるわけですよだから初めて母親が実はあの今芝居をやってて今度、うん 息子が「鹿児島で芝居やるから」っつってみんなにチケットを買って配って全員引き連れて一族郎党を見に来たっていうのがねその日だったんですね。<laughs> お母様の気持ちからすると心配でしょうがなかったんだけど、うん、劇団四季で,で準主役を張るぐらいまでなって、うん、1,500人入るところで息子が出てくるっていうのはこれも嬉しかったんでしょうね。まあそうだったかもしれませんけれどもただあの鹿児島っていうのはその。 東京からはだいぶ離れてるんで、うん、その後劇団四季の芝居は結構いろいろ出てるんですけども、うん、ただほらマスコミあのテレビと違って情報がほとんど行ってないんでその後もすぐあの認知されたかっていうと一、うん、回出たぐらいじゃ多分田舎の人たちは「もう息子何やってんだよ」みたいなことになってたと思うんですけどでもその後四季をやめて、えー、NHK の朝ドラでデビューして初めて。ロマンスはい 初めてなあの田舎でもちゃんとこう認知あのされて<え>なんか心類がいきなりいっぱい増えましたけど <laughs> <laughs> そういうもんなんですあのテレビの影響っていうのはそれからあの32歳の時に角川映画「天と地とで」で、えー、上杉謙信を演じることになりますこれもオーディションこれもですね、うん、あの渡辺謙さんがちょうどあの病気で降板されて。<laughs> 急遽あの大学を探すオーディションがありましてそれまでは本当とひと事みたいにお金かけたちょうどバブル絶頂期でしたんで50億かけた映画ってことでね当時中のもう有名になりましてこんな規模のでかい映画やるんだなと思って私はその頃何やってたかというとあんまり仕事がなくてですねえ語学留学の準備をしてたんですよ。アメリカにえ何ヶ月かあのー 英語の勉強に行こうというそういうい資料を取り寄せたりとか、うん、あのいろいろ現地のことを調べたりとか、うん、今と違ってまだネットがそんなにない時代でしたんで取り寄せて送ってもらってでそしたらちょうどそういうオーディションがあるんであの事務所の社長から受けてみたらってやれて、まあ、あ,あそうですねって軽い気持ちで、うん、でもそのオーディションっていうのがあの旅行の準備をしてあの成田のホテルでオーディションやるっていう。 最初ウルトラクイズかと思っちゃったんですけど <laughs> <laughs> ですからあのその旅行の準備をして成田で角川春樹さんが監督までやってらっしゃったんでもうそのオーディションでまあね見事に受かりましてそのままほとんどもうら拉致状態でカナダでちょうど大きい撮影をやってたところにこう行って3日後には実はねあの映画のクライマックスを撮ってたんですよ。 津川雅彦さんとあの最後の川中島の一騎打ちを馬上で川の中に入って2人でこうちゃんちゃんバラバラやるシーンを撮らなきゃいけなくて、うん、ですからまあたまたま私はそれまでに乗馬だったり立ち回りとか大好きでいろいろやってたもんですから馬に乗れなかったらまず話にならなかったでしょうし立ち回りもできなかったらもう引っかからなかったでしょうけども、うんうん、たまたまそういうことが構想して、うん、向かってそれで向こうに。 でカナダでは何週間か何、まあ、とかやり合わせて帰ってきたんですけど、うん、帰ってきてからが大変だったですね、うんえー、まあ規模がすごく大きい映画なんでほぼ10ヶ月ぐらいかけて作った映画だったもんですから本格的な芝居は全部日本の各地でロケをしながら、はい、ところがあの私の芝居を監督が全然気に入らなくてですね琴川春樹さんが、はいはい、何やってもね違う。 違うもう毎回違う違うでもう違うっていう言葉以外ないのかよっていうぐらいね、うん、全否定ですよ。うん、でそのうちのもう本当罵倒が始まってもうとにかく何やっても全部否定一日10パターンぐらいこう芝居のことも一生懸命考えていくわけですよ。うんうん、でそれを10パターンやっても違う違う,もうほんと冷たくずっとやれてて、うん、ところがですねある時もう全てこう。 それまで何ヶ月も経ってるんですけどもやり尽くして何もない状態になった時にもう NG がずっと出てるんでもうセリフなんかも全部体に入ってますけどもあるシーンをやった時に自自分分なななのににじゃゃいい状態になっちゃいまして、まあちょっと言葉はちょっとあれかもしれませんけどねまあある種の憑依状態かもしれませんね、うん、上杉謙信が私の体をこう借りた状態といいますか。降りたんですね。 うん、まあ結果的にはそうとしか思えないあと後で社会を見ても自分見た目は自分なのにあこれは俺じゃないわと自分でも思いましたもんねその芝居をした時に門川さんが一言言ったんです「オッケーってでっかい声で言って俺が待っっててたたのはそれだって言われだんですよこれはねもう背筋が俗っていうのは未だによく覚えてますけどもそれを分かったのは監督と俺だけなんです。 もう周りに100人以上のスタッフがいたけどなんで今までずっと NG が出続けてあの今回の芝居がでっかい声で OK って言われたのか多分誰も理解できなかったですねでもその瞬間分かったのは自分じゃなくなったのを彼は待っててくれたんだなそれまでは絵の木が一生懸命頑張ってたんですよ俺が俺がの意識がね だからえのきが頑張っていろんなパターンで芝居をする以上何やってもえのきでしかないからそれを全部彼は見抜いててそうじゃなくなった瞬間に初めてこれだと思ったんですねその後の役者人生も長く今でも続いている中でその OK っていうのがその後の役者えのき孝明さんにとっては大きかったんでしょうまあそれはね本当に 大きい変わり目ですよね。そう、えー、明日が四日目ということになりますけれども、ちょっと役者でもあるし、さつま次元流の使い手でもあるという、ちょっと明日実験もちょっとやってみよう,かうあ、はいはい。ええ、ええ、皆さんあのお客様には見えない実験ですね。見えないんですけども、ちょっとやってみようかなと。あ、わかりました。明日もよろしくお願い,いたします、はい。ありがとうございます。 ラジオサロンド国丸今週のお客様、俳優の榎木孝明さんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくどうぞ。数年前にこのコーナーにお越しいただいた時に、はい、その古武術と、はい、あと気功っていうんでしょうかね。はいはい、で、私あの実際あの録音は取らなかったと思うんですけどもうん、うん、そうですね。榎木さんとこの収録終わった後にちょっとやってみますかっていうんで、榎、うん、木さんがなんかちょっとこう。 体に一切触れないのに私がトト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 後ろにこう <laughs> 今前かから遠ざかっちゃいましたけど、はい、あの時に、はい、僕にわかには信じてなかったところもあったんですけど、はいはい、実際自分がそうなってですね不思議ですけどもね、うん、あのラジオなんですけども、えーえー、今私の横にですね、はい、今日のこの1週間のですね、えー、台本を書きました。 放送作家の山田直さんという女性がいて、はい、同じ九州福岡出身で二十五歳のお嬢さんです<ー>、はい、挨拶をよろしくお願いします、はい、<laughs> 色白でとても可愛らしい方です、はいはいえー、ちょっとあの,あのえのきさんがお仕事の合間に、えー、例えば女優さんであったり、えー、お仕事の関係者で えのきさ古美術ちょっと教えてくださいっていう女性も結構いらっしゃるっていう,そうでちょっと遊び心でちょっとやったりはしますけど、えー、で私はちょっと実況アナウンサーもやってますか、ね、そうですねじゃあ私がちょっと奈さんにちょっと立ってもらってはい、はいはい、立ち上がって中継してください、はい、今榎木さんがすっと1 8 0ンチの長身お立ちになりまして、うん、でスタジオの片隅に今、うん、山田奈緒さんま、うん、っすぐ俺に向けてはい えっと右手を上げて人差し指をえのきさん、はい、今ちょうど対面していますがす、ね、えのきさんにこの人差し指を向けています、まあ、今持たれた状態です足前後にしてください、はい、右足が前が左足が後ろですこれを例えば力で引っ張るとちょっと抵抗しててもいいですよちょっと引っ張られないように力と力とこれ拮抗します今えのきさんが同じように右手で えー、山田奈央ちゃんの人差し指を掴んでます、ね、引っ掛けてますここからですねこの気がスーっと向こうの壁まで通り越してずっと向こうまで行ってるとイメージ持つんですえ山田奈央の人差し指がここ,ここからあるとこれは人差し指がビューンと伸びて向こう壁がありますね、はい、でそれに沿って私がちょっとこうやって引っ張ってやるとどうなるかただ引っ張ってやるとお<ー> <laughs> お大丈夫か <laughs> 大丈夫かい? <laughs>。別に倒すつもりなかったんですけど。いちょっと足がもてちゃったもんね。はい、あの、これはね、大の男でも同じ現象が起きます。お聞きのリスナーの皆さん、伝わりましたか?。伝わってないと思います。<laughs> えっと、今、あの、二十五歳、山田直城のは、は、足を前後にして、人差し指を指しました、えのきさんに。で、えのきさんが、こう、指を掴んで、引っ張っても、ほとんど体が動かなかった。力でやると、抵抗できるんですけど。 力を私がやめて、ただもう本当気だけで挟んだ状態でスーッと引っ張ってあげただどう,どうなんです。なんか体ごと全部持っていかれてる。もうそれ見た通りだった。<laughs> 意識の中で抗えないの。<laughs> はい。あの文字書くのはうまいんですけど、あのあま表現はしし表現に関しては激しく緊張するタイプなんで、知らずにこう前にスーッと倒れてた。はい。 うん、まあ、別に、今ちょっと倒すもいなかったんで、ちょっと引っ張った方向はちょっと下向けだったんで、下にこう引かれたんですけど。まあ、普通だったら、もうこのまま壁にひゃんって行くぐらい、勢いよく。四、五メーター行っちゃいます。トーンっていっちゃいます。<laughs> びっくりす。すごかったです。びっくりしました。これは何なんですかね。何なんですかね。これって、あの。あの、薩摩次元流っていうのは堅実ですよね。えー、はい これもよく剣術とか古武術っていうのはその息の間合いっていうんでしょうか気を合わしたり話したりとかってよく聞くんですけどもうん、うん、そういうこともあるんですかいや私はもう全然関係ないですね。もうただ自分が思えばそういう現象起きちゃうんで<え> <laughs> あの昔若い頃はね結構ハード系の修行を長いことしてえどんんなこと言われたんですか総合武術といいまして。うん まあ武具も真剣からそのいろんなヌンチャクから棒術から鎖とかいっぱい使ってやってたんですけどでもやりすぎで腰とか膝はやっぱり悪くしちゃった時期があってもう舞台なんかやっててもあの膝に溜まった水をまず注射器で抜いてそこに痛み止めを打って舞台を続けざるを得ないようなだから本当にいいのをやってるのにあの体が悲鳴を上げるっていうのはないなと思ったんで。 もうそういうことを一切やめて30代後半からその古武術というもう一遍日本古来の例えばあの江戸時代以前にあの日本人が持ってたであろう身体能力をもう一遍研究してみようかなと思ってこれ古い文献があったりとかまあ古武術の研究家がいたりするんでそういう人たちの話を聞いたりとかそうやっていくうちに全く力がいらない状態でまあ一種の,あの思いがあればイコールそれがエネルギーになるってことが分かって。 ですから例えば相手が何人いようと例えば五六人一緒に私にかかってもらっても、うん、全員の気を抜くと、うん、どっか一箇所ちょっとこう触っただけでみんなあの崩れてドーンって倒れていきますあ実際私もそれを受けたんですよういうんまあ、<れ>状態そういう状態にドーンってきます、ね、そうですねああああだから気を抜かれちゃうとどうしようもないというか,か逆に気を入れてあげるとすっごいしっかり立ちますよああへえ だからあの舞台なんかやるときには私は共あの一言もみんなに何も言わないで共演者全員にこう気を入れてついでに客席に向かってそれ千人いろうと二千人いろうと関係なく気を入れるとその日の舞台がすっごい受けるんですよこれはもう笑っちゃいますけどねなんかいたずらくのえもう大好きですそういうことあのある意味その まあ今ね話題になったその江の木隆樹さんの三十日不食っていうのも何かその意識構造っていうかその意識っていうのはないと危険ですよね。うんうん、そうですね。あの全部でつながっていることだと思います。うんうん、あの芝居もそうだし、うん、もしかしたら絵を描くこともそうかもしれませ、うんし。絵はだってもう役者でもあるし画家でもある。 っていう感じですよねうおかげさまで何とかもうえ役者にも長いこと続けてますけれども、うん、だ今回の腐食にしてもだからそういう意識があれば絶対大丈夫だなという気が、うん、あのするんでね、うん、たまたま表現方法は違っても多分私がやることはねて、うん、てそういうい一貫性はあると思ってます、ねうん、今ラジオを聞いてらっしゃって科学的根拠はあるのかっていうことをおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども。うんうん この科学ではなかなかこのり知れないっていうんですか今回の腐食もそうですねあの医学的な、うん、科学的なっていうことでそのコメンテーターの方々が随分といっぱい反論もしていただいて、うん、ただあの医学科学って言ってもた,たかだか何十年のものにしか過ぎないんでね、うんうん、なんかそういうことに縛られる必要はないんじゃない、うん、そ実際になんか数値で表せないものを否定すること自体が、うん、なんか違うんじゃないかなと思って。 目の前でこういうことが起きますよって今のこれにしてもそうですけども、うん、じゃあこれを科学で説明できますかってうと絶対でできないんですよ人間はだからそういう意味では潜在能力まだ眠っている能力がすごくいっぱいあるんで、うん、それを目覚めさせていく行為っていうのはスクリーンであるいは今「ブラウン管」と言わないんですねテレビの画面から。 こう、見えてる、えのきさんいろんな役演じてらっしゃいます。浅見光彦もそうですよね。あれ見ててもな、ななんですか、あんとが、念送ってんですか。いやいや意識して、そんなやってませんけど。ただ、役をやる時には、その役柄の意識で、確かに、その芝居はやってるんで。あの、最初言った、その角川さんの、昨日の話じゃないですけども。あの、が、欲があるうち、まあ、エゴと言ってもいいですけども、えのきが頑張ってるうちは、大したことないと思います。 それがなんかスコンってこてう抜けて例えば浅見光秀でも何でもいいんですけども、まあ、昔の武士でもいいんですけどもその役をやるときにその魂が自分にふっろ宿ってくれたときには全く自分でも想像つかないあの芝居をしてますね私のようなごくごく一般的な人間でも、うん、何か自分では計り知れない自分がいる時を感じたことであるかだって。 結構いいいまますすよらっしゃただそれを意識するかしないかの違いだけで、うんうん、れ35年アナウンサーやってるんですけど、うん、自分が喋ってない時あるんですよと言いますとあのごく短い時間ですよ、えー、いいこと言ってるなとかねふ普段の俺はこれ言わないなとかね言葉がポンポンと出てくる時、うん、なんかやっぱ降り,、ね、りてきてるんでしょうねりてきてるんでしょうねこれが長続きしないし最近めったにそういうことがないんです これは画ヨが出てるい, <laughs> いやもしかしてその瞬間お今の俺かっこよかったとと思った瞬間にまたガが,が出てきたんでしょうねそう,うですねですねガを捨てる今日はちょっとした実験を、はい、実験ではないんですけども、えー、このコーナーでは二度目だったんですけどもはい特別出演このコーナー構成の山田尚さんでしたれどはい尚ちゃんもありがとうございましたはいえのぶさん明日が最終日ですんで、はい、明日もよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。 ラジオサロンドまる今週のお客様俳優の榎木隆明さんです今日最終日ですよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします昨日はあの古武術というか、はい、実験をですねうちのスタッフを使って、えー、ラジオ機のリスナーの皆さんにどこまで届いたかっていうあの後で えー、ガラスの向こうにいるうちのスタッフ全員が、えのきさんにやっていただいて、面白いようにこう、転んでいくという。<laughs> あのー、わかりました。はい、えのきさんのようにこう、気を使い分けることはできないので、こう、気を使って倒れていく人間を見ていくのが楽しいですね。ああ、なるほどね。<laughs> <laughs> さあ、今日は、 今あの出演中ののドラマの話ままず伺います、はい、え現在放送中日本テレビ系連続ドラマ「花咲舞が黙っていない」に出演されてるんですが、はい、えこれ去年の春に第1期が放送されて今回続編ということなんですけど。 杏、はいまあ、さんがね主役で、はい、あの上川さんともう2人のコンビが面白おもしろくあ杏さんは1本目でも良かったんですけど今回、2本あのそのまあ続編見てると、ね、すっごい安定感があって、ねうん、もう安心してその役を見てられるんで、うん、私は一応、林天斑という2人の上司の役なんですけどもなんかすごい楽しい感じであの安心して見れる。 っていうのがね前回とちょっと違うかななんかあのアンさんって、うん、うお綺麗で演技力もあって、うん、でもどこかに何とも言えない持ってらっしゃるコミカルな部分っていうんですか、うん、あ思わずプッと吹いちゃう、うん、真面目にやればやるほどこうお面白いなこの人って思えることあるんですよね、うん、ありますありますあの今回がそのまさにアンさんのいいとこがいっぱい出てると思いますしね、うん、で話すとまた歴史 大好きなんですごいでしょそそうそう,そう,もうね時代劇の話なんかその大好きなんでえのあさんと話してたら止まんないんじゃないですかもうそうですねいろいろ暇な時に話をしますし <laughs> <ー>あのこの武術もねちょっとやってあげたりどうでしたいやいや彼女も感心してくれます <laughs> えー、面白いわねみたいな <laughs> い、ねえー、さて8月14日にはえのー、き、えー、さんがもう長年出演されているある意味もうライフワークになったかな いうふうふに,にこっち思うんですけども、ねえー、浅見光彦シリーズの最新作「浅見光彦シリーズ52神楽島が」がフジテレレビ金曜プレミアムにて放送されます、はい、あのこれも浅見光彦シリーズリスナーの皆さんもご覧になって、まあ、最初は浅見光彦さんがこの江ノ北川君と今お兄さん役というそうですね、はい、47歳までは私が光彦やってたんですけども、うん ただあの引き際の美学ってすごく大事だといつも思ってまして、はい、あの当時、えー、自分からもう麻美を卒業しますって言い出したんですけども、うん、ただフジテレビの制作さんからもうちの事務所もあと作家の内田康夫さんも,もう大反対だったんですよ。うん、まだ全然頑張れれば何年もやれるじゃない、うん、でもそう言われながらやめる快感といいますか、うん、やっぱり人間って引き際が大事だよなと思うと。うん どこかが線引きする必要があるなと思っていたんで、まあ、自分からもうそろそろやめますって言い出したんですけどもただ嬉しいことにその内田康夫さんという原作者がもうそこまで君の決心型になったらしょうがないあのじゃあもうしょうがない認めるけどもただ一つ条件があるって言われてその後あのお兄さんやってって言われて <laughs> これはね実際あのあ,あの <laughs> やっってるる方もいららしゃるわけですから <laughs> 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 西岡徳馬さんって方が私のお兄ちゃんやってたんでさすがにすぐやめて俺がやるわけにいかないんで、はい、まあそれから1年半ぐらいのブランコあったんですけども、はい、まあ徳馬さんも納得の上で私にまたバトンタッチしてくださいましたけれども、うん、まあそれは本当嬉しい先生からのご提案でした。そうですね、うん、あのよく原作の方があの昔 池波正太郎さんがまだ、あの、生前おっしゃってたのが、はい、鬼平を、いろんな方がやったんだけど。うんうん、まあ、今でもスペシャルでやってる、中村吉右衛門さん。そうなってくると、吉右衛門が鬼平になっていくっていう。<ー>だから内田康夫さんからすると、ね、浅見光彦、江北木あ明でも、う書いてる。実はね、あの、うん、やめる決心も、それが一つあったんです。えー、あの、まあ、寅さんにしてもね。はい、厚美さんがずっとやられてると。<laughs> まあ普通にでであっってもやっぱ寅さんなんなねで私もだから三光子さんってずっと呼ばれてましたね、うん、当時。ただ自分の中ではまあ役者ですから、うん、まあもちろんそうやって呼ばれることは幸せな反面、うん、なんか他の役にその、うん、ある時ちょっと辛いなという思いもあって、うん、ある時先生から「うん、最近君の顔が出てきて邪魔するんだよ」って言われたことがあってあのプライベートでも結構あのお話いろいろしてたもんですから「うん、え何ですかそれ」って、えー、書いてると「 君の顔がいつも出てきて、君でこれ書き進めてるんだよ。うん、でもそこまで言わしたら、うん、もうやめようかと思いました。<ー>はい。はい、それでやめた結果ね、全く違うキャラのあのあれが5本ぐらい続けていろいろ他にやっぱり来ましたね。ええ、自分の選択はだからまち消して間違えてはいなかったと思いますし。 まあ生涯本当に自分のキャラに合った役なんていうのはなかなか出会えるもんじゃないですけども浅見光彦ってのはねなんでこの作家の先生は俺のことをこんなに知って書いたんだろうと素直に思えるぐらいもうねびっくりするぐらい似てるんですよこの浅見の性格が私に。でも先生は私と会ったこともないし聞いたこともないのになぜかそのキャラクターから格好からなんかか家庭での関係から なんか社会的な立場からね本当にびっくりした自分に似てたんですねこんな役もあったもんだとで先生も初めて私が三十二歳の時にあの神田明神のイベントの時に会って、うん、で向こうから僕はずっと近づいてくるのを先生が何と思ったかというとあ浅見光彦はいると思ったっておっしゃったんですねそれぐらいだからなんか、ね、出会いというのは不思議なもんでこんな役はもう生涯にそんなそうそうあるもんじゃないですけども、うん まあでもそれでもあえて、うん、なんかやめようという決心をして現在はお兄さんの役をやってますさあそれからですね秋には映画2本公開忙しいですねあはいもうこれはもう取れ終わったやつですからねえまずは「スクール・オブ・ナーシング」うん、この作品熊本県はは人吉が舞台で、はい、はい、これはあの今あのかん看護の,あの世界で、うん、どうしてもその新たにそういうことをする人たちがあまり少なくてですね、うん そういうあの増やすための映画でもあるんですけども、うんまあ、看護学生があの病院の実地訓練をしながらたくましく育っていく、うん、そういう中で私はがん、えー、で死んでいく男をやってましてこの時もね死んでいく男があまり太,太ってたんじゃねちょっと見ともないんでねでもねこれはいい映画でね泣ける映画ですもう是非見てほしい。 特に私が死ぬとこなんて絶対泣きます。<laughs> 自分で言っちゃうとおかしいね。<laughs> もう一歩いきますと、こちらが医者先生、お医者さんの医者ですね。あ、そうですね。ひらがなの医者先生という。はい。こちらも医療現場なん。です、ね、そうですね。これもね、はい、平山屋さんっていう、あの、じょ、女医さんが。うん、まあ、そのお父さんの役で、うん、あの、東北のある無依存で、うん、そこの村長さんの役だったんですけども、うん、あの。 まあ、医者にしたんですけどもその娘をまあ本当は東京で仕事をあの本人はしたかったんですけども東京に恋人がいたりしたんですけども、うん、ちょっとだまくらかして田舎に連れて帰ってそこのお医者さんに、うん、無医さんの医者にしていくんですけども、うんまあ、本人ももちろん納得した上ででも生涯やっぱり独身で5何歳までかなちょっと病死されるんですけどもそれはもう実話ですね。ね えー、江貫孝明さんご出演の作品について詳しくは、えー、それぞれの作品の公式ホームページもありますし江貫孝明さんの公式ホームページをご覧いただくと一目瞭然でございます。あの質問項目に書いてあるんですけどね、はい、これからやりたいことは何ですかと申しましてこれも3年半ぐらい前から、まあ、古軍奮闘でずっとやってきたんですけれども時代劇が今本当に下火になっちゃって。 若い人たちは本当はあまりこう時代劇離れで見ない人も多いんですけれども、うん、日本の精神性ってのね世界に誇るべきものがあるとずーっと思ってましてそれをちゃんと表現した時代劇をいっぱい作って世界にちゃんと出しましょうという運動を今個人的に始めてまして、うん、日本人が日本の歴史を一番知らないですもんねもうね情けないぐらいね <laughs> 私はあのディズニーランドとかユニバーサルのアメリカ資本じゃなくて、うんうん、日本がちゃんと 日本人が作るそういううん、うん、なんか施設を大時代村を作って、うん、その中にちゃんとしたコミュニティ作って、うん、本当の人間関係もいっぺんそこで作って、そこで大きい時代劇作れるようなそういう夢があります。あのぜひまたスタジオにお越しいただければと思います。はい、はい。ラジオサロンド国丸今週のお客様、俳優の江野久明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。